やる気、元気、たまき。で、かんたろうとのたまきのズバッとじじネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。キスマイの北山さんが卒業&退所なのかなの発表をされたらしいですけれども、ついに。ね、残念ですね。占います。はい。基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてあって、今は取りやすいと思います。で、お知らせ4つお願いします。オンラインサロン、たまきの人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、習慣運勢とかやってます。もう一個のサロン、マチュール無料になったので、ぜひぜひお待ちしてます。で、猫チャンネル始めましたので、あと、ツイッターもやってますので、ぜひぜひ、チャンネル登録お願いします。かわいいよ。で、ズバッとタロットは Amazon とかで売ってます。さて、リクエストが来ておりまして、前に、北山さんのことをがっつり占ったでしょ？文春で出た時。あの時にリクエストしてくださった方が、また今回もご丁寧に、書いてくださって、この方はすごく丁寧な、ストーリー仕立てのご質問、いただけるので、とても占いやすいので、ちょっとそのまま採用させていただきます。たまきさん、こんにちは。リーティングが当たってしまいました。6月7日にいろいろね、この発表されました。で、北山くんのコメント、新たなチャレンジしたい。たくさんの笑顔を届けられるように頑張ります。メンバーと友達になりたい。仕事、グループを突破？これはなんだ？うん。友達はずっと続けていけるもの。はい。で、以前のリーディングで解散か残留組どちらかではないかと言ってたことが分かりました。藤ヶ谷くんが7人でキスマイだから途中をと思ったそうですが、6人でやれるところまで精一杯やっていくと言ってました。なるほど。で、はい、本題です。まず、北山くん退所してから、いつ頃から活動するか時期。で、歌手としてなのか俳優としてなのか、例えばヤマピーみたいな感じか、北山くん英語達者なので、で、事務所はタッキーの 2B なのか、うん。で、退所後の仕事は順調に行くか、で、辞めたいとメンバーと話し合いの中で、何度もこうメンバーから止められた時気持ちは揺れなかったか。で、卒業退所発表が正式になった今の北山くんの気持ち。で、他の6人の気持ちなんですけれども、これはね、メンバーの現在の気持ちでしょ？これ、なんか前回報道された時にすでにもう、なんかいろいろ決まってたんじゃないかなと思って、ある程度やめるのかなみたいな。なので、あれは前回の皆さんの他のね、6人の気持ちを持ってさせてください。お願いします。ごめんなさい。で、9月から6人体制でのキスマイ、今まで見たく活動できる、6人になったらガラッと変わるか。はいですね。はい、占います。まず時期か、退所していつ頃から活動するか。これはちょっとダイアルカナだけで見ますね。8月だよね、退所ね、確か。8月31だから、今年の9月から見ますね。いつから活動をするか。さすがに年、何年、1年以上しないっていうことはないと。思って、ちょっと1年以内で見ますけど。9、10、11、12、1、2、3、4。あ、4月かな。なんか、ズバッと出ました。全体的に見えてないよね。ごめんね、なんか。ここかなと思って。9、10、11、12、1、2、3はなんか、いい悪いって続くので、もやもやする感じ。2024年の4月でお願いします。こっからすごく明るいので、しかも工程が出てるので、なんか、責任感を持ってやっていくみたいな感じ。2024年、来年の4月から再開っていうことで、ちょっとお願いします。もう大体、そうだね。半年は活動するなよ、みたいな、そういう縛りみたいなのがあったとしたら、ちょうどそのくらいだね。で、歌手、俳優、その他？なんだろう。歌手、俳優、その他。あった。昭和とかな、使おうか。歌手、俳優、
で、その他も入れてみます。何で活躍するのか。北山くんは歌も踊りも上手いんだったよね、確かね。カバラ水術が4の8なんだね、ちょっと過去動画見返、チラッと見返したら。真面目すぎて一周回って変みたいな、そういうあるよ。うん、そう。真面目にが動画すぎるみたいな。そう。それで周りから見ると、なんか面白い、ユニークに見えるんだけど。はい。歌手、俳優、その他、何でもやるかな、ズバッと出ました。何でも挑戦すると思うよ、なんか。今まで、なんか縛り、あった縛りから解放されたかのように、歌手も、うん、やりそうだし、かつ歌手はなんか他のと一緒、なんだ、うん、他のと兼業っていうかしてやりそうだし、俳優もね、奮闘しそうだし、その他も吊るされた男なので、長期計画でなんか頑張りそうだし、何でもやりそうです。はい。もう何でも挑戦していこう。たとえそれが敗北になろうとも、うん、ね。もう何でもチャレンジしてやるみたいな感じだと思う。はい。続いて、事務所はタッキーの 2B か。なんかね、受け皿がもう、タッキーのとこ、どうすんだろうね。いや、今回の北山さんのは関係ないとして、例の問題をいろいろ、ジャニーさんの問題でさ、もう、親とかとしてはちょっとジャニーズ事務所入れるのどうかなみたいな感じじゃない？こんな感じだったらね。なんか、今日夫と話してて、どう、なんか、その受け皿っていうか、タッキーの投稿しかないのかなみたいな。どうなんだろうねみたいな。それとも違う路線に行くのかなみたいな。ね。そう。なんか、その、ジャニーズに入れようとし、何ジュニアに入れようとしてた、未来の子たちね、親御さんが、親と子がどうすんだろうねみたいな話してたけど。2B か。微妙だな、ズバッと出ました。微妙、なんか言っちゃダメだよ、みたいな。これ、なんかいつか行くかもしんないけど、なんか芸能活動を、何すぐやっちゃダメよ、みたいな。何か契約上の問題があるのと同じように、タッキーのところも、例えば何年間はタッキーのところに行っちゃダメとか、なんか縛りがあるんじゃないかなと思って、すんなり行きそうな感じがしないのよ。ちょっと時間がかかりそうな気がするの。でもその末に行くかもね、微妙。こういう回答でいいですか？うん。なので、うん。いや、月の逆が出てるので、多分いつかは行きそうだけど、ちょっと結構遠い未来なんじゃないかなって思った。だから、だとしたら活動しながらタレント育成も多少関わるっていうのはちょっと置いとくわ。対象の仕事は順調に行くか。対象の仕事運。ここで占っちゃうからね、対象の仕事運。本当だったら対象するときに占うんだけど。それの方がいいかな。どう？まあ、いっか。今占っちゃうか。はい、ズバッと出ました。退職後の仕事運。しばらくは何にも動けないと思う。ね、停止するカードが出てるし。ペンタクルの4。まあ、仕事、そうだね、やっぱり半年くらいは何もできないんじゃないかな。動けないんじゃないかなっていう感じで。それが過ぎた後、そうだね。なんかやっぱり縛りがありそうなんだよな、なんか。契約上の縛りとかさ、なんでこんなに画面が斜めってんの？よいしょ。そう、縛りがある中で、まあでも、救済っていうか、助け船は現れて、でもそこからはいいかな。半年はし、とにかく何の動きもないと思う。その先は、
情熱とコツコツ努力する自分を鍛錬して向上させようみたいな、そういう気持ちと、あと最終的にカップの金が出てるので、なんだろう、なんかの経営にでも関わるのかな、経営とか、リーダー的な何か。うん。ね、対策中点にも皇帝が出てるので、なんだろう、タッキーのところの経営にでも行く。なんだろうね。それとも自分自身で作るのかな、会社。なんだろう。すごいこう、社会的責任の重い何かをしそうだなと思って。ただ自分が表現するっていうだけじゃなくて、何かしら責任のあるリーダー的な何か仕事をしていくと思いましたよ。経営なのかね。うん。何かな。はい。そんな感じ。だから、なので順調です。うん。半年くらいは動けないけど、その後すっごい順調。はい。で、辞めたいとメンバーと話し合いの中で何度もこう止められたとき、気持ちは揺れなかったのか。考え直してよ。みんなでやっていこうよ。とか、ね。その時の彼の気持ちは揺るぎない、こう信念があって、いや、絶対辞めるっていう感じだったのか、それともゆら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 揺れて、どうしようかな、どうしようかなってなってたのか。お、カップの9。揺れないね、これはね。ズバッと出ます。いや、揺れるカードのイメージってさ、まあ、バンドの2が出たから、安全取ろうか、冒険取ろうかっていうのはあるけど、まあ、基本揺れてないね。揺れるってさ、なんか、カップの、カード。ね、感情のカードがさ、逆向いたり、なんか、不安定で、どうしようかな、みたいな。うん、そういうのをイメージしたり、こう、不安定さ、正義の逆とかさ、なんか、対になってるカードがこう、逆になってふらふらしてるみたいなのをイメージしたけど、いや、もう限界だし、なんかその次にって叶えたいことがあるし、みたいな。うん。もうなんか、前しか見てない感じよね。なので、揺るがなかったと思います、これは。全く揺るぎないです。なので、もうこれはしょうがないね。はい。で、残り6人は、やっぱ今のを見ても、そう。この前占った文春法の時の気持ちと多分同じだね。うん。多分もうあの頃には決まってたんじゃない？うん。なので、どうしようか。でも全員の、まとめての気持ちを占ってもしょうがないよね、多分ね。バラバラな気がするしね。6人全員。なんだ、ちょっとやめておこう。うん。前回のやっぱり適用してください。で、9月から6人体制でのキスマ、今まで見たくて活動するのか、それともガラッと変わるのか。今までのこう、引き継ぐ感じなのか、何かガラリともっとさらなる変化があるのか。ちなみにキスマイの過去動画はめちゃめちゃいっぱいあるので、2020年から、ぜひ、まだまだはって方、ぜひ遡って楽しんでくださいませ。答え合わせみたいな感じで。毎年油断なってる。あ、新しい！全く新しい感じだよ。なんだ、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 ズバッと出ました。ね、二人リーダーがいる感じ。ワンドのクイーンとキング。ワンドのキング。うん。なんか、今までってどうなったかわかんないんだけど、二人、ツートップみたいな感じで、うん。引っ張っていく目立つ存在、リーダー的な存在が二人になって、もっと自由な伸び伸びした感じになると思う。そうだね。うん。あ、でも全然暗くないですよ。明るい、自由な伸び伸びとなんか、新体制でワクワクする好奇心みたいな感じ。なので、楽しみにしていただいていいんじゃないでしょうかね。あ、ここに北山くんがいたらなって思うかもしれないけど、彼の意思でいなくなったからこそのなんか新しいこの世界観みたいな感じなので、うん、なんか、まあ、悲しいけどね。悲しいけど、その新たな世界観もぜひ楽しんでいただけたら
よりいいんじゃないかなと思いますって、なんか当事者みたいな、なんか、言い方みたいになっちゃったけど、なんか、ポジティブな感じなので、とにかく、なんかそんな心配しなくてもいいかなと思ったんですけど、うん、はい。では以上になります、キスマについて。はい。こんな感じで、わかりやすく、こう、ストーリー仕立てでね、他のグループとかもね、リクエストいただけると普通に占いますけどね。まあ、今回みたいな、なんか事件があると、こう、質問しやすいかもしれないけど、うん、はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。